さんこんにちは、シロです。よろしくお願いいたします。ってことで、10月19日、木曜日のモンストニュースまとめていこうかなというふうに思います。どうしたんですかね、モンストニュースですね。まあ、始まる前からあれなんですけれども、やばい量ありました。はい、モンドリかなって、うん、10.1 周年ね、勝手に運営が始めちゃったぐらいの、クラスのね、ボリューム感がありました。見終わった時のなんか高まる感がすごかった。いつものニュースの何倍かありましたね。ってぐらい盛りだくさんなニュースだったので、一部ね、モンストのゲーム内に関係ないものだったりとか、であとね、先に言っておきたいんですけれども、ちょっとこの後ね、すぐ予定があって高速で動画を撮ってるんですよね。なので、なんかモンストクリスマストーナメントみたいなところで見やめました。ここで終わりだって思って、そこから以降見てないので、それ以降に何か熱いものがあったら今回まとめに入ってるのでお気をつけください。はい、ということで、まずはコラボだね。今ジョジョコラボ、第3部のところでね、第2弾のコラボがやっておりますけれども、当然追加超級、やっとこいつの名前言えるね。こちらディオでした。はい、演出良かったね、めっちゃね。もう開始何秒かで、あ、ディオやんってなったけど、まあそりゃそう、さすがにディオが来ますよと。はい、で、まあ予定通り光属性でしたね。原作に合わせてジョータロに寄せてきてね、火属性とかになるのかなとも思っていましたけど、普通に光属性で来たので、まあウェザーリポートがハマったり、まあ原作とね、ウェザーリポート全く関係ないので、まあどうなるか分かんないんですけど、ウェザーがハマるのか、まあ普通にね、いつも通りなんかシャーロック・ホームズだったり、はい、超級曲ぶっ壊すマンたちがね、活躍するのかっていうのはちょっとやってみなきゃ分かんないんですけれども、今回システムが面白くてですね、こちらディオの館っていうね、一回クリアとかそういうもんじゃないような、コラボになりましたと。はい、バトル数、突破したバトル数に応じて報酬がございますと。だから天馬でもさ、あの突破のフロア数みたいなの数えたりしてたじゃないですか。あれってなんでああいうシステムになってるかっていうと、やっぱキャラがないと勝てないとかがやっぱ上の世界じゃないですか、難しいステージのね、でその時にキャラがいる時に勝てるか勝てないかの二択だったんだけど、この道中にも報酬を用意してくれたってシステムになってんだよね。俺このシステムむちゃくちゃいいと思ってて、天馬も結局さ、1が勝てなかったら2がいけないじゃなくて、途中までやったらちょっとずつ勝てなかったとしても上に登れる、みんながやってるところを楽しめるっていうシステムになってて、これめちゃくちゃ俺システムとしていいと思うんですけれども、ディオがそのシステムになっていますよと。でね、このシステムが取られるってことはどういうことが言えるかっていうと、多分クソむずい多分もうめちゃむずいんじゃないかな。うん、で、大事なのが今回バトル6までっていうのがすでに発表されているんですよね。で、6ごとに報酬、こちら突破数で報酬がもらえるらしいんですけれども、6までクリアすると、バトル1の報酬2、3、4、5、6がラスケなんだけどね、それぞれに報酬が用意されているので、まあ、例えば3までしか勝てなかったって人は5体手に入りますし、まあ、2と1の分も手に入るから9体手に入るのかな。で17、次が32、最後で57みたいな感じだね。だから1周全部クリアすると、ディオが57体、手に入りますと。はい、でこのバトルの突破数ってところは、1日ごとにリセットされるって言ってたんですよね。なんで多分ですけど、あの1日に1回しか完走はできないと思うんですよ。なんでこの残ってる期間、毎日57体取り続けれるっていう認識でいいのかな、多分ね、多分そうだと思うんですけれども、はい、そのようなシステムになっておりますと。まあそれ相応に難しいと思うんですよね。で、運極にするには、要は57体まで走り切ったら2日で運極はできるんですけれども、どれぐらい難しいかっていうのが、まあ、問題になってきてるわけで、まあ、4までしか突破できないってなってきたら、13、16、17体ずつしか手に入らないので、少なくともこの4までクリアっていうので、残り日数でいうと2週間ないぐらいかってなると、6日間クリアすればいいのか、6日間バトル4まで突破するっていうので、もう運極が達成できるっていうのは結構これ優しいんじゃねえかな。うん、でも証を取るだったら多分どっかでクリアしなきゃいけないっていうようになってると思うんで、このシステムむちゃくちゃいいと思うね。でね、難易度ディオのね、強いっていうイメージも崩さないでこのクエストができて、でいろんな人に楽しんでほしいっていうのはひしひしと伝わります。めちゃくちゃいいと思う、これ。超級曲この形これからもいいんじゃないかな、難しいやつはね。めっちゃいいと思いましたね。で、一応取んなきゃ、あれ取れないものもあります。はい、完走して6バトル目までクリア、要はディオのステージを全クリした時の報酬、こちらめちゃくちゃかっこいい、ジョジョの奇妙な冒険のスターダストクルセイダーズの、勲章と、ザワールドのグッジョブですね。はい、この2つが、これは全バトルを突破した時の報酬になりますので、4バトル目までしか勝てないっつって、それを毎日やってるとかじゃ一生手に入らないものになっちゃいますね。ディオのクエストクリアがこの報酬になってる。いや、このね、このこれいいっす。
このバランスめっちゃ完璧だと思いますね。ここにコネクトの書とかが入ってくるとやっぱ勝てなかったらちょっと残念な気持ちでかくなるんだけど、ゲームの有利不利に関わらないところが入ってくるんで、まあでも正直ジョジョの勲章欲しいですけどね。はい、ってのがディオでした。完璧な形できたと思います。俺はもう発表からシステムまで完璧、あとはクエストだけだね。はい、じゃ次ジョジョまだありますと。はい、こちらジョジョコインクエストエンペラーが登場しますよと。はい、ホルホース来ましたね。これ結構来てほしいって言った人多かったから、はい、いつものやつですね。この簡単なクエストだと思うんですけれども、このクエストをクリアするとジョジョコインっていうコインが手に入ります。でそのコインを集めて交換所で交換しましょうというシステムです。交換所こちら、はい、ホルホース自体も手に入りますし、まあ、やはり来ましたボイスセット、はい、まあ、ジョータローだったりカキョウインポルナレフ含む、ガチャキャラたちのボイスセットが手に入りますと。でアイテムの報酬も線形があったりとか激うまになってまして、今回すげえと思ったのが称号。いやでね、このジョジョの人気を分かってるね。でジョジョの需要がどこにあるのかっていうのもすげえ分かってる。こんな称号出ることないっすよ。うん、この量出ること多分ないと思う。過去に何回かあったかなぐらいだと思うんで、称号がね、まあ名言だらけですよ。やれやれだぜとかはもうね、あの第1弾の時のジョータローの SS でもなんか言ってた気がするっすけど、うん、ありのまま今起こったことを話すぜもね、あれですよね、ポルナレフが、あ、ポルナレフだよな、そうだよね、ポルナレフの階段のところのセリフっすよね。うん、犬好きの子供は見殺しにできねえぜのところはね、あのイギーのね、あれですね。いやこれめっちゃいいっすね、超いいと思います。はい、っていう感じでこのままでいったらね、はい、30分ぐらいの動画になってしまいますので、サクサク行かせていただこうかなと思います。ってことでもうこの時点でジョジョコラボめっちゃ良かったと思います。キャラ、クエスト、演出、うん、もうこの後半追加される内容もう完璧ですね。もうクエストとかやる前からもう分かるようなぐらい神コラボになったんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあコラボはこれで終了。次からは普通のゲーム内情報ですね。守護獣新しいの来ますよ。こちらアンデッドバニー、はい、10レベルの効果が画面上の敵の弱点倍率が4ターンの間 15% アップ。バカ野郎、これはやばいだろ。いやこれ普通にやばいだろ、 15% アップ。え、これ結構やばいこと言ってません？え、これ相当だと思うんですけど、うん、その弱点倍率だけが上がってるみたいなクエストだったら全然いいよ。いやそれ以外の倍率とか、いやこれ結構、あ、でもそっか、弱点倍率にしかアクションがないから別にいいのか。いやでもこれやばいと思いますけどね、普通に、うん、で1ターンでアイテムを2つ拾う、ん？ 1 ターンでアイテムを2つ拾う、あ、アイテムを2つ拾うか。条件きついですね。これ相当条件はきついと思うんですけども、まあそれなりの効果になってるって感じかな。これはちょっとクエスト選びそうですね。アイテムが枠とかもやっぱ2つなんでね。1ターンで2つなんで、それがきついですね。合計数じゃないのか。あ、これ、あれだわ。条件を俺ちょっと見たかったですけど、まあじゃあそれなりの強さを持ってくんないと困るものなんで、まあちょうどいいぐらいになるのかな。はい。まあ来たらね、実際使ってみようかと思います。はい、じゃあ次、覇者の塔。まさかね、覇者の塔にね、あの変化があると思いませんでしたよ。はい、こちら、覇者の塔シーズンズのファーストシーズンが始まりますよと。はいはい、何でしょう、何ですかそれはという感じなんですけれども、紹介されておりました。今までの覇者の塔っていうのは、まあ普通に登っていただいて40回までクリアしたら、終わりだったんですよね。はい。で、これが今までのものはクラシック。まあ今までやった覇者の塔がクラシックっていうものになりまして、それとは別に、覇者の塔シーズンズっていうのが登場しますと。で、ここはですね、新しく5クエスト、まだ言い方的に5クエストしか存在しないと思うんですけれども、5個のクエストをクリアすれば、制覇っていう扱いになるような塔になりますね。で、これはもう完全に新しいステージで、ちょっとだけやりごたえがあるみたいな言い方をしたんで、普段の覇者の塔よりは難しいものになると思うんですけれども、変わったところがこれです。はい。詳細、まあ、報酬ですね。はい。まあ、報酬自体は変わっておりません。ただ、今まで31から40っていうので、何クエストクリアしたんだ？ 10 クエストぐらいクリアしたんだよね。うん。で、この10クエストぐらいクリアしてたっていうものが、5クエストで良くなったってだけです。だから、ま、簡単に言うと、新しく来るシーズンズの方の31から35、5個のクエストクリアするだけで、今まで10クエストクリアしなかった覇者の塔の報酬が一撃で取れると。まあ、一撃って5撃ですけどね。うん。だから31、32の報酬っていうのが設定されたのが31、1個で取れる。33、34で設定された報酬が32、1個で取れるみたいな感じ。だからまあ時間がね、変わるって感じかな。覇者の塔に使うね。はい。ってな感じでございます。覇者の塔の報酬自体はどっちを登っても、大きく変わらないので、そこは気にしないで大丈夫です。じゃあ一番大きく変わるとこ、ここから。シーズンを制覇しますと。
はい、まあ、要はファーストシーズンだったので今後もシーズンが続いていくと思うんですけれども、今言った31から35の新しいシーズンズの方の、クエストをクリアするとおそらくシーズン制覇っていう感じになるんですよね。でこのシーズン制覇っていうところに報酬がございます。勝者の証、はい、シーズンの5ステージを全てクリアすると、制覇報酬として、勝者の証、勝者の印かを5枚獲得で、この印っていうのを引き換えることができますよと。はい、印10個で戦型の書だったり、印10個で英雄の書だったりとか、いろんなアイテムに引き換えすることができます。これはでかいね。ただただでかい。もう覇者の塔っていうのはもうあの難易度であの報酬くれてるだけで激アツコンテンツの一つだったと思うんですけれども、あれに報酬がプラスされるっていうのはちょっとやばいっすね。うん、マンネリ化防止にしてはちょっとやりすぎなぐらい報酬がうまいです。でやばいのはこれ物々引き換え、はい、アイテムとアイテムを交換することができますよという仕様ですね。はい、で、例えばスタミナミン1個をオーブ1個に変換できたりとか、ベル1個を根気1万にできたりとか、まあ、これ逆もできたりするのかな、ちょっとそこは分かんないんですけれども、おそらく多分黄色く表示されてる方が、上のアイコンのものに変換できたりするのかな。だからステッキ1個を足す25個にするやつなんていないじゃん。うん、だ足す25個でステッキ1個にするとかになるんじゃないかなと思います。でこれ多分上限の話は、書かれてなかったんですけど、あれだと思う、1回だと思います、さすがに。でシーズンごとに変わるっていう表記はありますので、今回のシーズンではこれが1回交換できますよみたいな感じになるのかなというふうに思いますね。もうただただうまいね、これはさすがに美味しいですね。ベルを根気にする以外は全部美味しいんじゃないかな。うん、根気はね、もう根気爪っていうのが存在してる限り、根気欲しいってなったらここで取るもんではないんでね、ちょっと価値はベルの方が高いかなと思うんですけど、うん、まあ、もしかしたらものによってはね何回かとかあるかもしれないですけど、現状では1回なんじゃないかな。少なくとも上限なしは絶対ないと思います。そんなに安いアイテムじゃないんでね。はい、ってな感じでございますと。いやもうここだけでさ、もう普通のニュースよりはるかにボリュームがあって、はるかにおおってなるよね。止まらんね、モンストね。10周年のあのインパクトと今来てね、ちょっとやりすぎな気しますけどね。覇者の塔シーズンズは、一応言っとくと、1個前に来てる、絶球トーナメントの、全クリが、条件になるみたいです。なので、絶球トーナメントいつもスルーしてて、覇者の塔はやってるよって人、じゃあシーズンズもやってみようかなって思ってる人は、絶球トーナメントやり忘れたりするとシーズンズ多分出てこないと思いますので、そこだけお気をつけください。はい、じゃあ次、超爆豪祭こちら、はい、10月21日土曜日12時からでございますと、まあ、超絶、爆絶、豪絶の3種類の絶球たちが、一気にギュッと詰まって、まあ一日中降臨してるよね、何かしらがね、いつもね。はい、今数も多いんで、まあ多分新しめのところは全部来るんじゃないかなと思いますね。で何が熱いってね、これね、絶球を運極にするっていうのも当然熱いんですけれども、それだけではなくて、その絶球から登場する EX ステージ、まあこういうところで集めたりしておきたいですよね。うん、やっぱり不定期に来る降臨っていうのを狙って EX っていうのをやるぐらいだったら、ここ短期集中で EX 終わってないね、あのやつは終わらせちゃってもいいんじゃないかなと。俺もね、グランディオーソーだったり、あの辺はちょっと今回終わらせようかなと。あとまあ15体20体ぐらいなんで、はい、まあそういう見方もできますよって感じですね。はい、で初個でも新しい、ね、イベントが開催されます。初めてですねこれ。はい、追憶の初個、絶球クエストでスペシャル報酬2倍。バカですね。はい、もう今シュリンガーラとか豪絶も入ってたり、絶球もかなり数が増えてきたじゃないですか。超絶、爆絶、豪絶全部入ると思いますね。うん、で、そこでスペシャル報酬が2倍、はい、金の卵のドロップ率が2倍とかになるんじゃなく、スペシャル報酬が2倍になるんで、要はビスケット使ってないのに常にビスケット使った状態になりますよってことですね。で加えてこれにベルの効果だったりビスケットの効果っていうのを上乗せできるらしいんで、まあ、要はビスケット使ってこのイベント中に、このクエストをやったりすると4体、1つの箱ポン金卵出たってなったらそれかける4、やばいっすね、やばいと思います。はい、本当に理論値叩いたらマジで3周とかで終わるんじゃないか。あ、それぐらいやばいイベントだと思います。半端ないですねこれね。はい、なんで、ここでね、まあ、初期の絶球で終わってないやつがいたりとかする場合は、やってあげてもいいかなと思います。まあ、終わってる方でもね、一応豪絶とかって重心化前と重心化後っていう扱いの両方星6になってるんで、重心化前の方の運極、重心化後の運極、これ両方でね確か、あの紋章力稼げたと思うんで、まあ、そういうところを狙いでもいいと思いますね。はい、ってな感じですね。じゃあ次、重大恩返し鳥です。はい、前回 ね、わざわざ筋肉を鍛えて、でその後に、連打して200連打ガチャを引いたと思うんですけれども、筋肉今回汚い役で OK です。鳥ですからね、あれ超えてくるんかって思いましたけれども、超えてきました。
はい、みんなでライブでふざけていったガチャがね、はい、みんなでねライブでねふざけて声のくんじゃねえって言って、それはやりすぎでしょって言ってたガチャが来ました。はい、マイベストワンガチャはい、選んだ1体のキャラが必ず排出、限定も入ってます。やばい、これはやばいっす。ルシファー、ヤクモ、エクスカリバー、シャルルマーニュ、新島八重、キリンジ、何でも OK です。はい、選んだ1体が必ず出ます。まあ、もしかしたらバグってユニコーンとか出る可能性もありますけど、多分ないでしょう。選んだキャラが出ちゃうと。だから1体もらえます。一応ガチャって形式を取っていますけれども、まあ絶対何かもらえるというとこですね。これはやばい、ついにもうガチャじゃないもんね。確率ワクワクじゃないもんね。絶対出ます。いや、これはやばいっすね。今までを重大恩返ししてて、いろんなキャラみんな狙ったと思いますと、出なかった人もいるでしょと、じゃああげちゃうよと。これはすごいね。これがソシャゲの王か。やりすぎっすね。すごいっすねこれね。マジこれすごいと思うわ。はい、っていうのが来ます。はい、なんで、まあ、動画にしないかもしれないですね。絶対にそいつが出るんで見てる方あんま面白くないかもしれないんでね。はい、なんで、まあ、ちょっとねどうするかは分かりませんけど、そういうガチャが来ますよというところですね。はい、これで全部終わったかと思いきや、こっからやばいです。さらに重進化回、まずこちら三蔵法師、三蔵法師の話は今日しません。はい、次、今回もう3体重進化回が発表されました。意味不明です、こちらの3体。はい、アルファですね。はい、過去に登場しました、ハロウィンアルファの方々が、今回重進化回するということで、なんでこの年度のねハロウィンのやつが、重進化回したのかって、思うこといっぱいいると思うんですよ。私も思いました。2015年とか、まあいろいろ過去にねもっとハロウィンやってたんだから、そっちのやつじゃないのって俺も思ったんですけれども、多分この3体驚くぐらい使った記憶がないんですよ。使用率で決めたんじゃないかな多分ね。びっくりするぐらい使わなかったんで、この3体ね。でも出た時からずっとです。ルイスアルファぐらいかな、ちょっと使ってる人がいたのはね。はい、じゃあ1体ずつ見ていきましょう。伏せ姫アルファ、はい、こんな感じですね。めっちゃいい強化なんじゃないかな。今自分の使われてない理由っていうのをもうすこぶる分かった状態で実装されましたね。はい、まあ気象アビリティの回復 L とかは一旦置いといて、まああれっすね、天魔8の貫通枠っていうのがいけるのが一つ目のメリットってところと、あとはあれか、プレデビとかか、ダメオ原則、ってところがいけるようになったりとですね。まあ、なんかコンボがあるっていうよりは、どっちかというとね、あの過去のその難しいクエストのところにしっかり適性を取ってきてくれてるっていうのは、まあ嬉しい人は多いんじゃないかなっていう性能になってますね。はい、じゃあ次、アリババアルファ、はい、魔法陣原則ブロック、そしてコネクトスキルの方に超マインスイーパー L と、これなかなかですね。なかなかですね。超短縮とかだったら結構壊れに一歩踏み入れたと思うんですけど、なかなか強いです。で、ちなみにこれね、かなり前のキャラで使われてないとは言っていたものの、あ、でもアリババアルファの方が使われてたか。アリババアルファはね、結構いろんなところで使われてたわ。はい。で、こいつね、SS ね、やばいっす。これ確か、味方3体触れた時の倍率、なんかぶっ飛んだ倍率なんですよ、これ。これ、ね、SS 半端じゃない強いんですよね。で、超バラなんで、これワンチャンもしかしたらもしかするかもしれないなってぐらいには強いです。で、今回、友情コンボもめちゃくちゃ強化されましたんで、まあ、サブ友情よくわかんないですけど、なんかエレンに教えてもらったんかな。はい、なんで、どうなるかわかんないですけど、メイン友情も結構強くなりましたし、友情ブーストでこれさらに上がるでしょ。元コース手の超バラのダッシュ持ちのこの SS は結構強いと思うので、ハマった時の、ね、刺さり方っていうのはピカイチなものがありそうですけどね。だからいかんせんね、この後ねルイスキャロルアルファの話もするんですけど、今回3体とも転送もらわなかったんですよね。はい、なんでこれぐらいの温度感のキャラが実装された時、転送がないとちょっときついことが多いんで、まあちょっとねこの後活躍しそうですねとも言えないんですけれども、ルイスキャロルアルファ、こちら、はい、ブロック原則ウィンド地雷と、まあ毒なんでね、その毒のところで生きる道っていうのをもしかしたら見つけられるかもしれないですけれども、そうね、そっち側かな。で、まあ通常のルイスキャロルの血であるね、弱点ロスってところ、弱点キラー、まあこれ結構強そうっすね。増殖弾ってのがあれですけれども、弱点ロス貼ったらほんと腐らないんでね、
そこのところでなんか活躍してくれたらいいなという感じですかね。はい、ちょっとキャラに対するね、深掘りが時間の都合上ね、あんまりできなかったんですけれども、まあ今俺さらっと流したんですけど、結局弱いっていうわけじゃないですからね。はい、まあちょっとどうしてもね、時間かけないで話すると弱く感じちゃうところがあるかもしれないんですけど、特に三座法師ね。三座法師に関してはもっといっぱい言いたいことあるからね。調教チャイニングピラーだから、3倍ピラーワンチャンあるからね。はい、ほんといっぱい言いたいことあったんですけれども、あまりにもニュースの内容が多かったので、はい、今回はちょっと割愛させていただいておりますね。まあ別の動画でいっぱい喋ると思いますので、よかったらねそちらをご覧いただければなというふうに思います。はい、ということでパーッとね流れるように話してきた内容だったんですけれども、激アツなニュースでございましたね。はい、よかったら皆さんの感想だったりとか、あのディオの対策聞きたいね。どういう感じで対策していくんだろうな、みんなな、どういうことしていくんだろうね。むっちゃ楽しみですけどねこれね。うん、はい、なんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、まあね、バトル数突破型だから速殺とかでね、はい、早い SS をね組んであげたりするっていうのもすごい重要になると思うんですよね。だってバトル3がゴールになるんであれば、バトル3までに SS 全部使っていいですからねっていう考え方もできるから、まず最初は諦めるとかじゃなくて、そういう対策とかもやってあげるのがいいと思いますね。はい、ということで、よかったらね最後にチャンネル登録高評価もぜひぜひお待ちしております。今言った通りコメントもバンバンします。ということで、本日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。